工場出荷状態で、アルマジロのフラッシュメモリに書き込まれているイメージファイルは、最新版ではない可能性があります。最新版のイメージファイルは、アルマジロサイトからダウンロード可能ですので、最新版のイメージファイルに書き換えてからのご使用を推奨します。しかし、この動画で案内する手順は、アルマジロが初期化されますので、すでにアルマジロで開発を行っているなど、変更をしたくない場合はご注意ください。ここからの手順では、仮想化ソフトウェアである VMware は、弊社から無償で提供している ATDE7 という開発環境を、SD カード、もしくは G3L をご使用の方はマイクロ SD カードが必要です。VMware は、ATDE7 の環境の構築方法は、マニュアルの ATDE セットアップをご参照ください。まず、ATDE7 のターミナルを開きます。次に@テクノウェブサイトから、インストールディスクイメージをダウンロードします。今回は、wget コマンドで URL を指定して、ダウンロードを行っています。ls コマンドで確認すると、インストールディスクイメージがダウンロードできているのが確認できます。次に、PC に SD カードを接続し、ATDE7 のプレイヤーメニューから、取り外し可能デバイス、接続した SD カード、接続をクリックして、SD カードを ATDE7 に接続します。接続されましたら、マウントコマンドで、SD カードが SDB としてマウントされていることを確認してください。確認できたら、umount コマンドで、/dev/sdb をすべてアンマウントします。アンマウントしたら、マウントコマンドで、アンマウントができていることを確認してください。続いて DD コマンドで、SD カードに先ほどダウンロードしたインストールディスクイメージを書き込みます。この作業は少し時間がかかりますので、少々お待ちください。DD コマンドの実行が完了したら、SYNC コマンドを実行し、インストールディスクイメージの完成です。